こんばんは。三兄弟二郎です。えー、今日は、えー、爪の、爪水虫ですかね。えー、それの、えー、結果を報告したいと思います。えーまあ、これ今、こういう治療をしてまして、えーまあどう、どういう治療かと言いますと、まあ、私の指もこんな感じだったんですけども、えー ま、これ、これからスタートして、えー、飲み薬、ね。飲み薬を12週間服用すると、ね。その次に、えー、あの、塗り薬に変えると。まあ、今この、じ、あの、1日1回1カプセルで12週間、まあ、約3ヶ月間、えー、飲み続けて、えー、その後、この、 塗り薬。えー、今日これもらいました。えー、足って書いてあるでしょ。そして、えー、まあ、3ヶ月経った成果は、こんな感じです。はい。見えるかなね。はい。ここ。だいぶここが、生えてきてる感じでね。奥の方からこうね、こう。で、こっちも、 この新しい爪が生えてきて、多分下の方に潜り込んでるんだと思うんですけども、まあ先生が言うにはまあ一生ぐらいのペースらしいんですけども、ええ、まあこれがまあ3ヶ月経った状態で、まあ初めのね、スタート時のやつはあのまたあの違う動画に、ええ、ね、ありますので、ええ、はい。そしてね、これ、だいたい、 生え変わるまでには、あの、足の爪の場合は、約1年から1年半ぐらいで完全に生え変わるということで、まだ3ヶ月なので、まあ、こっち側はね、なかなかいいペースなんですけど、こっち側がもう10年ぐらいこういう爪だったので、えー、なかなかどうやって治っていくのかちょっとわからないですけども、えー、はい。そして、早速、風呂上がりにこれを塗るということで、えー、早速、 今、お風呂が上がりなので、これをやっていきたいと思います。これね。まあ、なんか、薬剤師の人に聞いたらこうね。これを、ここを、あのいっぺん押す、一遍押して空気を抜いてから、で、こうやって、こうやるとちょうどいい量が出てくるらしい。あ、これ液体。さっと、ね。 これは薬剤師が、の人が言うにはこのね、この爪と皮膚の間の方にこう塗ってくれっていうことなので、まあ、ちょうどね、このかなりのね、水みたいな感じの液なので、こうね、勝手にね、間入っていきます。じゃあこっちもやっていきますか、これね。よし。はいはいはい、はい。 ええ。はい。こうね。この薬は、あの、ね、安かったんですけど、350円でした。あの、いや、えー、ね、処方箋もらって、これね。で、今までの、この、こっちの薬ですね。こっちの薬が、だいたい2週間、えー、を6回、 二、えー、2週間ごとにあの、えー、医者に通って、その都度2週間分この薬をもらうんですけども、これがあの、だいたいこれで、あれ、いくらやったかな ?4000 円ぐらいするので、これね、2週間分で。で、えー、で、診察を合わせるとだいたい5000円ぐらい。で、2週間、えー、2回に一遍血液検査をして、えー そんな感じで、えー。なのでこれね、もう12週間も、えー、飲もうと思うと結構お金がかかりました。で、ようやく12週間経って、この塗り薬になって、これがね、非常に安くて350円でした。えー、ね。350円。で、今日の、えー、診察代が500いくらと、これが300いくらで、まあ、あの、1000円ぐらい。ね。 今日は1000円ぐらいで収まりました。いつもだと、ね、5000円ぐらい行くんですけども、今日は1000円ぐらい。そして、えー、今度からあの、1ヶ月に、あ、4週間って言ったかな ?4 週間に一度来てくれっていうことで、まあ、経過を見ながらね、えー、やっていくということで。はい、はい。そんな感じです。ね。またあの、今、3ヶ月目が、こんな、 状態なので、えー、また、半年ぐらい、あと3ヶ月ぐらい経ったらまたあの撮影して、えー、結果を報告したいと思います。はい。ということで、えー、飲み薬から塗り薬に変わった3ヶ月目の、えー、通院して3ヶ月目の、えー、現在の足の状態です。では、また